はい、皆さんおはようございます。2018年の、11月の22日ですね。朝の6時45分です。よろしくお願いします。よいこさん、かずみちちゃんおはよう。おはようよいこさん。さて。さて。出かけますかね。出かけよう。おはようございます。よいこさん、今日は久々のオフ音符。あ、オフなの？いいね。ゆっくり休んで。オフだ。いいね。今日は何しようかなと思ってんの？ゆっくり休んでください。オフ大事だよ、オフ。カズさんよ、久しぶり。おい、ありがとう、たこ焼き。お、ボーナスついた。元気？調子はどうだい？よいこさん、かご城予定はら。籠城するんだ。なるほど、そのパティーンだ。カズさん、元気だよ。元気だ。よかったよかった。元気があればいいからね。カズさん、父上が死んでしまい少し不細でおりました。ああ、そうだったんだ。お亡くなりになったんだ。そっか、ご冥福をお祈りします。そっか。でもあれじゃない、お父さんがほらカズのさ子供を見れたわけでしょ。親孝行だよ、一番の。命がつないだんだから、カズが、カズとカズの旦那さんが。でお父さんの血はそのもうね、お子さんが継いでるんだから。子供は宝で子宝に恵まれたわけだからさ。それは悲しいね。カズさん、さすがワドちゃん、分かってるから。うん、一番の親孝行だよ。まあでもね、娘にね、そう思ってもらえるんだからいい家庭だよ。良い子さん、ご冥福をお祈りします。いい娘といい娘だよ、本当に親孝行だよ。カズさん、久しぶりです。ありがとうです。Okay. さていくか。ライン。じゃあ行くぞ。Wi-Fi 切り替えるから電波切れっかもしんね。うわやっべ、マジか。アドバンスモードになってね。大丈夫。ああ、まあ大丈夫か、月末だから。よいしょ。行こう。ちょっとね電波切り替わるから。俺言ってないじゃん、何にも。すげえな、音だけでそれを判断したの。怖えんだけど、ちょっと引いてるからね俺。ラジオ放送で何にも言わないで、なんか怖え。なんで分かったの今。エスパーなんで分かった、なんでバレたんだろう。怖っ、怖いのがいる、怖いのが。タイムラプス撮りに行くのがなんで分かったのって、俺タイムラプス撮るなんて言ってないよって、なんで俺の動きが分かったのって、お前俺のこと監視してるな。どっか監視カメラ仕掛けてんだろう。見てるな、さては別カメラで。さてと天気曇りか、雨降るなこれ。はい、おかえり、笑い男いらっしゃい。怖ー。今日何曜日だ、今日水曜日、今日火曜日、今日何曜日だ、今日何曜日、平日だよね今日ね、今日は平日だよね。ありがとう。おお、花火ありがとう。全部見てんのか。病気だよ病気病気病気でしょもはや。あー、タイムラプスどうしようかな。花火ありがとう。今日平日か。寒いな最近。冬服買わねえとな。さすがにジーパンと T シャツだけじゃどうにもなんなくなってきた。本格的な映像、正直言うとね、まだまだなんだよね。多分ね、次の作品でびっくりすると思う。次の作品、タイムラプス自体はね、なんて言えばいいのかな、手間をかければ誰でも撮れるの。丁寧で手間をかければ誰でも撮れるっていう、要はね、入門編と中級編の間ぐらいので、こっから先やるのがちょっと本格的なプロっぽい映像、まあ今日も撮影してきたんだけど、今教わってるのが、あ、これやばいっていうか、そう叩けなくなるっていう感じになると思う正直。レベル違うってなると思うよ。教わってる人が本物だからさ、何なんだろうね、すげえ本当にね、いろんな人紹介してもらって、やっぱね、人との出会いが人生変えるんだよね。いや本当にね、なんか俺は幸せだよ。まあ4ヶ月目にしては恐ろしいんじゃないの。カメラやってる人でやっぱり4ヶ月でこれだけやったっていうのは、だからね、ラプスはね、どちらかっていうとストックフッテージっていうんだけど、なんか PV とかその自分の引き出しのストックって感じなの。例えば新八丁の PV の依頼とかが来たら、あの映像使おうとか、映画であのシーン必要だなとか、そういうのを貯めておくのね、映像作家さんって。著作権とか絡むと厄介でしょ。だからそういう意味では強いかもしれない。なるべく今のうち取れるもん取っておこうって。例えば新宿から引っ越しちゃったら、田舎の方に行っちゃったら新宿の風景がなかなか取れなくなっちゃうから、そういうのはあるかもしれないね。まあまあ映画の素材かな。ただ映画の根幹の部分っていうのがさ、やっぱりストーリーと演技なのね。もう最終的に決まるのは脚本と演技だから、そこの部分が、それがね、ダンカンさんがダンカンさんに見てもらおうと思って、映画脚本の書き方とか、もしあれだったらやるよって。脚本家だから、ダンカンさんってプロの。いや震えたよ本当に。一回その叩き作ったらダンカンさんに見てもらおうと思ってて、いやマジでね、俺泣きそうになったもんな。まあ酔っ払ってたから覚えてないかもしれないけど、ダンカンさんあれは夢じゃないと言い聞かせたい自分。あれはね演技じゃないの。要は普段通りでいいよって言って、要はね、カメラを構えない、カメラがない体で普通にしてくれって言ったの。だからセリフも俺から主導になってるでしょ。のんちゃんがこう返すだろうなっていう。日常だよね。カメラ回ってない手でずっと普通に俺と接してってずっと言ったの。だからあれはね演技じゃないの。素ののんちゃんなので、演技をしたのんちゃんは松田聖子ですってやった方いや本当にね。でもね、その映像の人とかって本当に映像が好きで、しかも映像の世界って本当に食えない世界っていうか、ギリギリの世界なのよ。そのお金がかかる、儲からない、だからみんな好きでやってるから。だからねみんなね、例えば会社には勤めてるんだけど、土日とか映画監督のとこ、自分の好きな映画監督さんとかに呼ばれたら行くとか、あとはもう本当に何だろう、映画のその人、俺はこの人とやってくんだっていう人は会社員にならないでフリーランスにしてもらったりとか、そういう世界なのよ。ちょっと特殊なので、映像の中でもテレビと映画と、あとミュージックビデオを通って、ジャンルが全然違くて、例えば、俺はミュージックビデオ系の人とテレビの人と、映画の人の3種類の別の人脈がつながってるんだけど、やっぱりね、なんていうのかな、根幹の部分は言うことが一緒なんだけど、ちょっとやっぱタッチが違うっていうのかな。やっぱドキュメンタリー作家の人は、ドキュメンタリーとはマイクの仕込み方とかどうやって演出するかっていうことを考えるし、ミュージックビデオの人は雰囲気をいかに出すのか、カメラの使い方だったりとか、音の強弱に合わせて映像を、ここでサビに入る前にゆったりさせるとサビが入るとか、時間の緩急、で映像の人はね、カメラワークのやっぱ俊敏さっていうのかな、こういう風に寄せてこういう風に引くとかっこいい絵が撮れるよとかあるんだけど、結局俺の場合ってさ、それを映像表現にして見せたいわけじゃん。リスナーさんに見せたい、リスナーさんもそれが見たい。ただカメラマンと演者っていう2つが成立しないのよ。わかる？ YouTube だと俺がカメラ握ったら被写体が俺じゃなくなるんだよ。だからね、その苦悩っていうのかな。だから俺がカメラを握って、俺がカメラマンとしてとか監督としてやるときはその俺じゃないものを撮らないといけないわけよ。で俺が演者としてやるときは誰かに任せないといけないわけよ。そのね、そのだからラプスとかになっちゃうわけじゃん。結局物語がなくなっちゃって技術の方になっちゃったりするわけだから、俺はそれも下積みとしてすごい重要なことだと思ってるんだけど、難しいよやっぱり。苦しいね、すごくすごく苦しい。いや違う要はカメラって目なんだよ。カメラは目なので、なんだろうな、俺が撮りたい、要はね、カメラって人の動きなのね。どこの視点で見るか、神様の目線なんか主人公の目線なんかっていう、要は俺を見せたいっていうことは俺じゃない誰かの目線を作らないといけないんだけど、要は動かすわけじゃんカメラを。でも俺が演技をしてる時はそれが俺ができないっていう葛藤があるんだよ俺の中には。ちょっと難しいかもしれないけど、すごくこれは残念なことなんだよ。いやそれもだから技術なのよ。そのフィックスっていうんだけど、カメラを固定して撮るっていうのもあるんだけど、多分ね次の動画で伝わると思う。次の動画で「あ、なるほどね」みたいな「なるほどね」ってなると思うんだよな。めちゃくちゃ走ってるな。ああ言いながら走ってる。すげえ追い込むな。そういうこと、そういうこと、そういうことだから、信頼がおけるカメラマンさんが、要はね、ここも伝わりづらいところかもしれないんだけど、そのみんな映像の人から言われるのは人を集めろって言われるの。優秀な人材をいかに集めるか勝負なんだよ監督の勝負って。これ意外かもしれないけどさ、監督業って何かって言ったらね、人集めなの。優秀なカメラマン、優秀な照明さん、優秀な音響さんをいかにその集められるかっていうところで全部が決まるのよ、全てが。で結局そのカメラのプロ、例えばカメラ30年やってますっていう人には、いくら俺が今から覚えたって絶対にかなわないのよ。で俺がやってる作業っていうのは何なのかっていうと、技術を覚えるプラスこういう技術があったらこういう表現ができるっていう把握をするだけなの。わかる？プロに任せた方がラプスも綺麗に撮れるんだよ。もっとすごい技術がいっぱいあるのラプスの中にも、時間の流れを変えたりとか。だからその今やってるのは頭にこの PV とかこのミュージックビデオとかこの映画のこのシーンはこうやって撮ってるんだっていうのをバンバン勉強してってんの。でそれでその頭の中にある映像と噛み合わせて、こっちの方がいいなとか、こう変えようとか、そういう作業をずっとやってるって感じかな。そんな感じだからね、結局ね、そのなんだろう、難しいんだよ。難しいんだよ俺も苦しいし無理いやプロ使いたいとかじゃないの。結局ね、その今教わってる、その新しく出会った人から教わったのは、結局ねって、和道さんどうなりたいって、技術者になりたいの、アーティストになりたいのって、和道さんアーティストでしょって、やっぱ見抜かれるのよ。シルバーの X さんも、いや君は職人じゃない、アーティストだって。でドキュメンタリー作家のテレビマンの人も、いや和道君アーティストだって。で新しく出会った映画の人も、いや君アートでしょって。要はね、アーティストと職人さんって同じ映画を撮るにしても何が違うかっていうと、職人さんは納期があって、依頼があって、視聴者があって、数字を取ったりとか、要は求められたものを納期で完璧に仕上げる人を職人さんっていうの。だから技術が必要なの。短時間でいかに早く素晴らしいものを完璧に出すのかっていうものなのよ。俺がそれができるわけないっていうのは分かってんの。要は納期守らない、技術もマイペース、取りたいもの取っちゃう。要はセオリーとか教科書通りとかできない。だからスタンダードも作らない。でアーティストの強みっていうのは独創性なのね。で時間に守られない、縛られないから、もうルールがないのよ、簡単に言ったら。だから頭の中にあるもん具現化するだけなんだけど、アーティストタイプの人っていうのは途中で心折れたりとか、へらったりとか、トラブルになることが多いって。だから和道さんは監督でアート系の作品を作りたいわけだから、何をしろって言われてるかっていうと、いかに優秀な技術者と信頼関係を作るかですよって、これから出会うかですよってずっと教わってんの。だからその例えばスタッフに給料の件に関しても、まあ、今初めて言うけれども、顎足代って言って、交通費と食事代は最低技術者さんにはこれくらい渡した方がいいですよとかさ、どうやって信頼関係取った方がいいですよとかで和道さんはもう生涯かけて技術を追いかける時間なんてないですよって。そういうその現場のその本当のリアルな情報とかをさ、どんどん体に入れてるで、リスナーが言いたいことも分かる早く見せろ、でも俺は最初から2年かかるって言ってるし、そんな安っぽいもん撮るつもりなんか最初からないから。だから待てないんだったら、待てないのにグダグダ言うなって感じだよ、俺からすると。待てって、それが俺の思うところかな。待てよっていう。わかる、俺の苦悩、俺の苦しみわかる。まあだから2年後に、まあ、作ると思うんだけど、完成すると思うんだけど、っていうか音聞こえてる？音聞こえてたら教えて。もちろんそうなんだけど、そのなんて言えばいいのかな、どこまでやるのか、どこまで自分のことを追い込めるかだと思ってて。音聞こえてる？大丈夫？音聞こえてる？音聞こえてたら OK って書いて。それがね、みんな同じこと言うのが、みんな映像をやるっていう人は映画やっぱ憧れてんの。 OK ありがとう。みんなどんな人でも映画をやっぱ撮りたいっていうのあるのよ。好きな映画があって、影響された映画があって、絶対あるの。どんな人にでもあるの。だからみんな映画を応援してくれんの。ただみんな同じこと言う。それは何なのかっていうと、結局撮るやつは 1%。みんな撮りたい、みんな監督やりたい、でも撮れない。なんでかっていうと、人が集まらない、金が集まらない。だからみんな挫折するの、簡単に言うと。だから取ってくれって、みんな応援してくれるの。協力するよ、和道くんやってよって。要は業界の人は仕事しながらとか制約があるわけじゃん。みんな忙しいわけじゃん。無理なんだよ、時間的に。和道くんならいけるよって。だってニートなんだもん、簡単に言ったら。でしょだからニートが強みになって、いやフリーの強みだよね。おはようみつけ。いや甘く見てた、正直言うと甘く見てた。完全に舐めてた。はっきり言って完全に舐めてた。これはマジ。俺は完全に舐めてた。もっと簡単に取れると思ってたの、正直ね。それは俺のミスだな、完全な俺のミス。でもね、やりたいと思う、やり遂げたいね、正直、最後まで。これやったら勝ちだから。できたらどんなにクソでも一歩目作れたら俺の勝ち、作れなかったら俺の負け。あ、でもまあどっぷりやろうと思ってるから、金になんなくても何でも絶対食えるって思ってるから、最終的には諦めなきゃいいんでしょうって、ただそれだけでしょうって思ってる。最終的にはね、最後の最後は諦めなかったやつが勝つんでしょって、最後までやればいい。だから諦めたやつにとやかく言わせねえから、何もかも捨てて諦めてるやつには何にも言わせねえよ俺は。佐野智則みたいに、佐野みたいに、ふふ。ね、撮りたいよね。夢見るやつは嫌いなんでしょ、ネット民は。だからコンプレックスの塊なんだよ多分。同じだよ、ミスケいつもと同じなんか何幻覚見えてんのちょっと面白いな。怖っ。いや、いつもと一緒だよ。バグだな。またおいで。外出社時間って何時だっけ？普通9時。しゃあ終わり。よいしょ、次行きます。写真撮ってた。いつも通りだよ、いつも通り。普段と変わらぬ日常です、僕の。音聞こえんのこれ。音聞こえてるみんな。音入ってる。聞こえてる。いってら。シャトルだ。